脊椎間狭窄症ヘルニア関係ない以上関係ない、脊椎間狭窄は筋肉が収縮した結果起こっている。ヘルニアは筋肉が収縮した結果。わかりますね。脊椎と脊椎、そもそも NO ってさ、 NO は、善玉のラジカルですね。善玉のラジカル、ラジカル、ラジカルっていうのが、どう説明したらいい、いわゆる活性酸素的なものなんですけども、その中でもその酸化の強いものなんですけど、ラジカルっていうふうに言われてるんですね、で活性酸素だけではないので、ラジカルっていうのはもう酸化物ではあるんですね。酸化、その中でも特に NO っていうのは善玉なんですね。全てのラジカルはいいんですけども、一つずつ言ってもらうと、何か言ってもらっていいですか。いちご、いちご、いちご、はい、みかん、みかん、はい、メロン、メロン、はい、バナナ、みんなあれですね、クラムですね。ごま、ごま、まあこれぐらいにしときましょうか。じゃあ最初から言ってもらっていいですか。いちご、いちご、みかん、メロン、バナナ、ごまっていう話ですね。あと1時間後に聞かれても覚えてるんですよ。これなぜか、簡単な話です。痛みとか悲惨だから、それは良くないです。絶対に抗がん剤は良くないっていうふうに勧めないことは大切です。川島直美さんもそうやって言われてます。がんと戦うのは、まあ、それは一つの方法なので、皆さんが抗がん剤で死にたいのか、死んでもいいっていう、抗がん剤で死んでもいいっていうんだったら抗がん剤を受ければいいし、あと断食とか民間療法で、まあ僕はがんになったで、よく腰痛の人が医者から動くなとか、よく歩けとか歩くなとか言われますけど、どっちね、どっちやねんって話なんですけども、体を整えるように動かすことが大事です。で、ウォーキングはよくありませんからね、皆さん体にね。